私が聞いた限りでは漢字は何万個もあるらしいですよ。さんぼん。チャス、三本塾のアッキーです。今回は N2 の文法、限りを勉強していきましょう。まず、形を確認しましょう。今回の限りは動詞と一緒に使います。動詞は事象形、他形、そしているの形で使うことが多いです。動詞と限り、または限りではですね。限りと限りでは、どちらでも大丈夫です。では、例を見てみましょう。友達に言います。プログラミング勉強するのになんかいい本ない？これとかどう？俺が知ってる限りでは一番わかりやすいよ。俺が知ってる限りでは一番わかりやすいよ。今回の文法、限りは範囲です。範囲の文法です。この文法は、その範囲の中で私が知っているとかわかるという時に使います。その範囲の中だけわかります。知ってますという言い方です。なので、私が知ってる限りは、私が知っている中でという意味です。私が知ってる範囲で、私が知っている中で一番わかりやすいですよと言っています。もしかしたら、もっとわかりやすい本があるかもしれません。でも、私が知っている中で、私が知っている限りでは一番わかりやすいですよという例文です。そして、知るを使うときは、知っていると知る、どちらでも大丈夫です。では、次の例に行きましょう。友達に言います。最近、秋山さん元気なくない？そう。私が見る限りでは何ともなさそうだけど。私が見る限りでは何ともなさそうだけど。今度は、見る限りですね。秋山さんが本当に大丈夫か、大丈夫じゃないか、元気か、元気じゃないかはわかりません。でも、私が見る範囲、私が見る限りでは、大丈夫そうです。何ともなさそうです。ということですね。本当は元気か元気じゃないかわからないけど、私が見る範囲では大丈夫です。では、次の例に行きましょう。先輩に言います。最近離婚する人多いよね。そうですね。年に20万件くらいあるらしいですよ。そんなに？はい。調べた限りではそうです。調べた限りではそうです。今度は、調べた限りではですね。これは、私がインターネットで離婚のことを調べました。そして、そのインターネットには、1年に20万件離婚があると書いてありました。でも、私はそのデータが正しいかどうか、ちょっと自信がありません。本当かどうか、ちょっと自信がありません。なので、私は、調べた限りでは、ということができます。私が調べた中では、私が調べた範囲では、20万件と書いてありました。でも、ちょっと自信がない。本当かどうかわからないですね。なので、離婚は年に20万件あります、じゃなくて、私が調べた限りでは、離婚は年に20万件あります、ということができます。こうやって、ちょっと自信がないときに、この文法を使うこともできます。そんなに？そんなに多いの？と言われて、はい。私が調べた限りでは、そうです。
はい。ではポイントをいくつか確認しましょう。まずこの文法はフォーマル、カジュアル、どちらでも大丈夫です。丁寧に話すとき、友達と話すとき、どちらでも大丈夫です。そしてこの文法はいろいろな動詞と一緒に使えるものではありません。一緒に使える動詞はとても少ないです。この限りとよく一緒に使う言葉は、聞く、見る、知る、調べる。この4つが多いです。今回はこの4つの動詞をしっかり覚えてください。そして最後に、この限りの前に使うが、は、のでも大丈夫です。限りの前に使うが、は、のでもいいです。例えば、私が知る限りは私の知る限り。私が見た限りは私の見た限り。が、は、のでも大丈夫です。はい、今回の文法は以上です。YouTube で日本語を勉強しているんですか？私の知る限りでは、三本塾が一番いいチャンネルです。このビデオが面白かった、役に立ったと思ったら、LIKE、コメント、シェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。